はじめまして。最近ルル様の大ファンになりました。なんで様付けなんだろう。最近動画をたくさん見させていただいているのですが、ルルさんは人間じゃないという噂をよく耳にします。それって本当なんですか？それは大きな間違いでございます。私は鈴原ルル、20歳大学生になります。普通の美大に通っております。次に行きたいと思います。なんかさ、確かにね、あの切り抜きとかで人間じゃない感じのあったりするから、あと私がラジオやってるリセルルリッスンっていうのがあるんだけど、で第三次ラジオもあって、でそこでクリアさんが私のことを普通に人間じゃないと思ってたっていう発言を聞いてびっくりしてしまった。シスタークレアさんの方で、そうなんだよ、普通に人間じゃないと思ってましたみたいなこと言ってて、一回事務所で会ってご挨拶した時すごい優しく対応してくださったから、あの時すでに私のことを人間と認識してなかったのかなと思って、ちょっと衝撃を受けました。そうなんだよね。そういうこともあったりして、まあ普通の人なのでご安心ください。